はい。講座の時間がやってまいりました、はい、自己開始時を回りました、はい、皆さんこんばんは、はい、あらこんばんはすごい、だんだんこうハモっていくみたいなどう、はい、今日の、メンバー紹介からいきましょう、はい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 、私がブーちゃんです、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はいはい、私がともひろです、よろしくお願いします、そして DAIGO ですで、私がターキーです、はい、はい、F の中松です、中松さん、おやびー、ひさこです、ひさこさんはい、皆さんよろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、ですね、この番組では、メッセージね、どしどし受け付けております、うんうん、皆さん、はい、メッセージをお寄せください、はい、メールアドレス、761@fmkoza.jp 数字で 761@fmkoza koza は koza.jp です、はい、お待ちしております、はい、今週のお題はラブソングということでね、はい、あります、リクエストどんどんくださいね、お待ちしております、具志堅さんから一件来ておりますので、それは友博さんが、はい、はい、後ほど、それではアメージング講座2月のスポンサーのご紹介でございます、中古新品タイヤ交換価格なら負けません、在庫多数あり、ネマ商店沖縄市久保田 1-9-30 富士店舗1階山里交差点普天間向け左にございます、はい、カウンターでお隣同士でカラオケが楽しめるお店、カラオケスナックゆうき、沖縄市小屋 1-8-36 島袋ビル1階、はい、女性お一人でも気軽に飲んで歌えるお店、酒バーリカ、沖縄市小屋 1-8-36 島袋ビル2階にございます、はい、原田翔吾を愛するマスターがあなたを待ってます、バーそよ風沖縄市上地 2-1-21 にございます、海辺に出かけたような素敵な店内で美味しい料理とお酒をどうぞ、四国飲み食いどころ紫サンゴ、沖縄市中曽根 2-10 沖縄市役所近く、酒と魚とユンタクとカラオケが楽しめるお店、酒と魚ナンクル、沖縄市小屋 1-8-19 潮平病院斜め向かいマンション1階にございます、はい、カラオケダーツ卓球ありの楽しいお店です、マブヤもいます、ミュージックバー、まあ、あそうです、タイガーアイ、タイガーアイ沖縄市上地 1-12-6、はい、琉球三菱自動車左裏にございます、ブラックミュージックなどゆっくり音楽を聴きながらお酒を楽しみませんか、ソウル&シーフードジューシー、沖縄市上地 1-13-14 ニューパビロンビル5階、はい、歴史ある店内、落ち着いた雰囲気が幅広い世代に人気、ギター演奏や各種イベントが定期的にあります、ラテン酒場アルハンブラ、沖縄市上地 2-20-12 ユニオン中野町店隣にございます、はい、以上スポンサーさん、どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます、おかげさまで、ね、おかげさまですね、ありがとうございます、早い、はい、今週末の F のライブ情報でございます、うん、はいはい、今週、ライブスケジュールはですね、うん、12日木曜日、これはあさってかな、あさってですね、ともひろくん、俺らがメンバーともひろくんのステージでございます、あります、オープンが21時のスタート、21時半、チャージが500円でございます、はいはい、12日の木曜日、ね、ともひろです、ともひろくんです、よろしくお願いします、13日金曜日、飛び入りの日ですね、皆さんこぞってですね、歌いに来てください、
ギターをお持ちでない方は店内にもギターがありますからね、ミュージックバー F にはギターもあります、13日金曜日飛び入りナイトで、オープン21時スタート21時30分、はい、これはチャージなしですのでどんどん来てください。おいおい、はい、14日土曜日はインディさんが、奈良の方ですね。そうですね、奈良の方でインディさん、とてもこうここなんていうかね、ドンと来る情熱のある情熱のあるライブをされる方です。オープン21時スタート21時30分チャージ1500円になっております。はい、インディさん初めて見る方多分びっくりしますね。びっくりしますね。道着も抜かれてください。あの、インパクトすごいね。インパクトすごい。ダメから、あれはもうディープインパクトだよね。ディープインパクト。そう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 。本当だよね、濃いよね。ちょっと引きずるぐらいのね、また2回目見たくなるようなインディーさんでございます。ね、楽しみですね。以上、ライブ目白押しです。はい、はい、今週はね、飛び入りもありますのでね、はい、いつも歌っている方もね、初めての方もウェルカムですので、はい、ぜひぜひ参加してください。はい、で、ともひろ。はい。頑張ってね。はい。はい。はい、じゃあここで一旦 CM 挟みます。CM の後もお聞きください。はい、はい。宣伝した方が良くないですか。これは久保さんの僕でやるんですか。そうそうそう、これ言っていいですか。ちょっと10秒ぐらいこっち映していいですか。いいよ。アメージングのフェイスブックのグループに来たやつも読む。ああ、そういうことですか。そうですね、いいかもしれない。じゃあメッセージからいきましょうか。はい、アメージング講座。ありがとうございます。早速、はい、Facebook のアメージング講座のグループの方にですね、具志堅さんから実は、リクエストが来ております。ありがとうございます。ありがとうございます。尾崎豊、I love you よろしくです。特に、特にキシムベッドの上でのところは心を込めてと。すごいね、王道中の王道できたね。来てますね。具志堅さん、ありがとうございます。それ以外に、うん、またあ、これメッセージ来てるね。はい、はい、FM 講座の方にですね、はい、ララララピスさんから。ララララピスさん、はい、ありがとうございます。こんにちは。はい、初めてメッセージを送ります。はじめまして。はじめまして。来たる2月16日は、沖縄で活躍するアーティスト、与那覇蘭さんの誕生日。そうなんですよ、うん、放送が火曜日とのことで1日ずれていますが、はい、ぜひ来週の放送で、うん、あ、来週の放送で、うん、ハッピーバースデーってことで、与那覇蘭さんの未来を、それを今読んじゃったかをかけてほしいです。いや、もう今日かけよう、うん、今日かけましょう。過ぎちゃうもん ね、 ね、うん、そう、素敵な、うん、素敵なお人柄と、はい、歌声とギターの音色に一コロ、うん、一目惚れです。同感、たくさんの人にも聞いてもらいたいと思いますので、ぜひラジオでかけていただけたら嬉しいです、はい、はい、ね、私たちも嬉しいですよね、うんうん、音源は用意できてるんですか。はい、すごい、もちろん、はい、ではヨハナ、来週もヨナハね、ヨナハ、ヨナハランさん、ランちゃん、はい、そうそう、の、未来、もう来週まで待ってません。早速かけます。聞いてください。
もう入ってない、入ってないです。でどうする、ワンコーラス、なんか2番に入ったところで話し始める。ああ、そうしましょうか。あの、バックで流しながら。流しいいですね。で、ちょっと落としてもらって、セクさん、バックで2番ぐらいに入ったらバックでかけながら、トークしながら。内容は何ちゃんのお人からこれ読む。まだあります、続きは。もうないね、もう言われるんだよ。なっちゃん誕生日いつって言ってました？16日。来週だ。そうか、そうか。じゃあもう27日、なっちゃんライブだから。あ、27日、今月27日金曜日。それもじゃあ、まあ、OK、 言いましょうね、うん、了解。なるほどね、月曜日なんですよ。そうそう、だから17じゃ1日も過ぎちゃう、はいはいはい、今日で。そういうこと取ると来るんだ、ライブに。うん、来られると思いますよ、うん。それも場で言うとライブかな。そこら辺はうまーく大子ちゃんが言うから、俺ちゃんすんだね。うんって感じますよ。違う、俺違う、文明見てないから。あ、だよだよだよ、僕が言った通りです、全部。半分ぐらいしか聞いてないから。聞いてないか、嘘は聞いてない。ピンクちゃんから、メルバ、 あ、 ありがとうございます、ピンクちゃん。せー、あ、フルフルズ断罪万歳。あ、歌えるかもしれない。今日、うん、はい、後半じゃ、後半行こうしかって。ね、聞いていただいております、はいはい、ヨナハランさんです。曲名、はいはい、タイトル何でしたっけ。未来、未来ですね。いいね、やっぱりいいな、大好き。ね、ちょっと誕生日少し早かったけど、うん、あの、はい、来週の月曜日、ね、月曜日、うん、2月16日ね、ハッピーバースデー、ね、ランちゃん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。で、またなんとランさんが、うん、ランちゃんね、うん、F でもライブがあります。はいはいはい、はい、2月の27日に。あ、ミュージックバー 27? 金曜日、金曜日ね。あ、なるほど、今月末の金曜日ですね。ぜひぜひお待ちしております。ミュージックバー F で素敵な歌声を聞きたい方、ね、うん、楽しみ、集まれしいみたいな、うん、ぜひお越しください。さあ、そんなミュージックバー F なんですが、はいはい、なんとですね、なんとなんとなんですよ、なんと、はい、英会話レッスンをやろうということで、 F で、ちょっとね、読んでみましょうね、はい、すぐに使える英会話、楽しくレッスン、覚えたらすぐにコミュニケーションできる、そんな英会話レッスンです。だからお気軽に会話の内容ご希望に合わせてレッスンしちゃいます、うんうん、ちょっと楽しい大人の英会話、初心者大歓迎、うんうんうん、ね、すごいんですよ、なんと、うん、5000円でチケット3枚、あ、3回こう自分が好きな時に受けれるということですよね。はい、なるほど。だからね、お忙しくても、うんうん、あのね、じゃあ次回にできる。そうそうそう、皆さんお忙しいので、ね、そうなんですよね。なるほどね、うん、だからこれお酒も飲みながらもできるんだよね、うんうんうん、そうなると、うん、こう日常会話、硬いトークじゃなくて、英語でブランクな ね、 いいね、かしこまった英会話じゃなくて、そうそうそう、実用すぐ外人バーに行ってさ、会話ができるような感じで行けちゃうんだ。確かに、テストじゃないからね。そうだよね、会話だからね。これ いつなの、いつ、これはね、もうあの月謝制じゃないから、うん、もうスタートっていうことでいいんですか、うん、ですね、うん、スタートは、来月から、来月3月からですね、うん、生徒さん募集中、生徒さん募集中でございます。はい、お問い合わせのナンバーですが、090-4831-7666、パーカーベニュー入り口 FM 小座の向かいにありますミュージックバー F でございます。はい、あのミュージックバー F でもね、うん、中松さんの方にあのレッスン希望と伝えていただければ、はい、うん、はい、すごいね、いろいろやっちゃう ね、 ね、あ、これマスターが英語教えるの、まさかの、誰がかもよ。、ね、ティーチャーは、はい、はい、私久子がやらせていただきます。いい、ね、やっぱプロじゃないと ね、 ね、で、あの、うん、ゲストでね、うん、あの実際に、ね、うんうん、アメリカ人の、ね、ネイティブスピーカーの方に来ていただいて、実践とかいろいろね、あのもう覚えたら本当にすぐに使えるっていう形の英会話です。素晴らしいですね。はい、うん、なんか普段、ね、ちょっとこんなこと言いたいなとか、うんうんうん、あとお店をやられていて、はいはいはい、あの外人さん来るんだけど、うんうん、ちょっとねコミュニケーションできたらいいなとか。そうだよね、そんな感じで経営側の人もありだね、もちろん、はい、
そうか、はい、これいいの、はいはい、ミュージシャンの方もね、うん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 、例えば政治から、うん、声かけたりとか、はい、そんな感じの楽しい英会話も ね、 いいねやりたいなと思います。講座ならではだね、本当ですね、うん、これチケット制でさ、3回で5000円っていうのはこれいいプランだなと思って、うんうんはい、これはあの有効期限なんかはまだ今から考えたからね、うん、そうですね、まあ基本的にないかな、うん、ね、すごいすごい、いつまでもね優しい、うん、ね、あの気軽にっていうかね、うん、できる形にしたいなっていうことで、はい、中松さんと、はい、そのように、いやいや、いいプランだな、日にちと時間帯決まっちゃったら、ね、都合がつかないと、そうなのよ、捨てになっちゃいますからね、もったいない、月謝にしちゃうとね、そう、 そういう形になってしまう、ね、あとね、3日間連続で通ってもね、はい、逆に覚えやすいと思う、あ、うん、1週間置いたりするとさ、そうそうそう、3日連続、うん、いいですね、ね、うん、で、いや、まあ、ね、いろんな楽しいことを始めますね、うん、ミュージックバー F がイングリッシュバー F になる、うん、なるほど、そのようなね、そうですね、まあ、ね、そうです大人だから楽しく、ね、はい、ね、お待ちしております。さて、メッセージが来てますか、はい、はい、お名前がですね、うん、ピンクちゃん、ピンクちゃ ん、 ちゃん、はい、いい名前だね、はい、皆さんこんばんは、こんばんは、今日はラブソング特集ですか、はい、ではリクエストしますね、うん、ウルフルズで、うん、バンザイお願いします、うん、すごいいい歌だね、それでは最後まで頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます、いただきました、はい、ピンクちゃんは前にも、ね、くれたよね、はい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 、そうなんだ、ありがとうございます、ありがとうございます、これはですねすぐできそうなので、ね、後半で、後半で、はい、やりたいと思います、はい、お楽しみにしてください、はい、今週寒かったよね、寒かった、本当にびっくりしたね、ね、びっくりした、うん、1週間何してた、俺はね、そうだな、先週はねライブ行ったんだよな、うん、またゆうこのライブを見に行ってね、うんうん、やっぱかっこいいんだよな、ね、何回見ても飽きなくてさ、で、そうだね、桜祭りが結局行けずじまいで、うん、終わっちゃいました、終わっちゃった、終わっちゃったね、今ちょうどうるま市近辺が結構綺麗みたいですね、あの塗り川、平が、平がじゃないな、あの具志川の方だね、あの辺綺麗みたいですね、うん、ブーちゃんどうでした、僕はもう寒くてね、もうほとんど寝てたね土日眠いですよね、寒くて、もったいないな、ね、寒くて風が強かったね、風強かったですね、本当に、トミル君は何してたの、僕はですね、思い出したんですけど、あさってのライブに向けて曲を作ろうと久しぶりに曲作りをしたんですが、できず、できず作り方忘れちゃってああなるほど歌詞はあるんですけど、うんうん、どうやってメロディーつけてたんだっけと思って、なるほど、結局できないっぽいです、うん、でも、ね、できるときはポイントで大丈夫だよ、ちょっと前のやつを新曲って言えばいいんだよそれもあり、悔しいですよね、いつも気持ちは新曲で歌ってますよ ね、 ね、皆さんどうやって曲作ってるのか聞きたいですね、たっちゃんは何でしょう、忙しかった、あ、うん、はい、あ、じゃあもうこあの話終わったら手挙げてもらっていいですかもう切りますっていうかね、あのかんちゃんがほら体調悪くしてるもんだから、かんちゃんね、で昨日ね、復活しますとかって言って、うんうん、張り切ったのはいいんだけど、昨日すごい寒かったでしょ、でまた逆戻り、さあきついな、ね、だから ね、 ね、あの今回ひさくさんにもちょっとねご尽力いただきまして、うん、で忙しかった、ああそうなんだ、何かそっかそっか、ひさこさんどうでした、あ、そうですね、まあね、あの先週ね東京からお友達が来てまして、でね、アメージング講座のスポンサーさんでもある、はい、ジューシーにね行ったんですね、お誕生日っていうことで、うん、そしたらねやっぱりいい曲かかるわけ、うん、でもう感動してました、レコードいっぱいありますね、うん、レコードいっぱいあってね、で何もどんなの好きって聞かないのに、うん、なんかかけた曲がね、うん、ツボだったんですよね、いいね、憎いですね、憎い演出だよねこれね、うん、そう、ジューシーさんね、私も R&B 好きなので、うん、とてもいいお店です、ジューシーさんね、うん、皆さんはどこか行かれました、そうですね、スポンサーさんね、お店、ナンクルさん行きましたよね、みんなでね、うんうん、あのなんちゅうかな、ちっちゃい鉢に入ったこうおいちいのがいっぱい出てくるんですね、そうそうそう、なんかね小鉢で出てきたり ね、 ね、ご飯がねまた美味しいんですよ、あ、そう、本当に、これ私も行こう、カウンターの内側にいるねママさんと ね、 ね、 お、 あのお姉さんが ね、 ね、超面白いんですよね、はいはい、うん、
結構一人で行ってもね、うん、こう退屈させない感じでね、うん、嬉しいお気遣いでございます。酒が美味しい、美味しいといえば紫さんごさんもね、はい、美味しかった、ご飯美味しかった、美味しかったね、ね、紫さんごさんは、うん、あのトイレに行ったら、うん、まるで 海辺で海場に出かけたようなトイレで ね、うん、海でトイレしてるみたいな開放感あふれる感じ、綺麗なこのあの手洗い場が綺麗にしてるね、貝だよね、ボールが、ね、そうそうそう、で、すごいね、まあ、車庫がいる、そうそうそう、うん、でかいやつ、座席の方もね、うん、なかなかね綺麗に、うん、そう、サバにガーンってやったりとかね、なかなかいいとこでしたよね。あとさ、ぶーちゃん、この間ね、リカさんに行きましたよね、うん、そうそうそう、リカさん行ったね、叫ばリカ、お姉さん大好き、リカさん、うん、ね、うん、リカ姉ちゃんはね、また可愛いんだよね、うん、なんか、うん、くすぐられる、お会いしたことない、ね、うん、いいよ、なんか大人の、ね、お姉さんって感じの、うんうん、ね、そうですね、あとはね、そよ風、うんうん、あ、佐藤さんがね、うん、またこう渋いんだわ、渋いね、そう、ハンサムな、歌うまいんだよ、めちゃくちゃ浜田翔吾とはしたらね、あ、結構ね、あるんだよ、あの、はい、目つぶってさ、例えば聴いてくださいってなったら、うん、CD に聞こえるわけさ、本当に全くだよね、ほんとほんと、あれびっくりするよね、タイガーアイさんね、私行ったことないんだよね、行きたいなと思ってるんですけど、ガラーンって開けると、うん、あ、等身大のマブヤがいますからね、あ、あ、だからマブヤもいます、そうそうそう、本当の等身大のマブヤあげるんですよ、なかなか楽しいですよ、奥には卓球台もあるし、うん、ダーツもあるんですよね、ダーツもある、うん、ダーツ久しぶりにやりたいな、いいですね、ぜひぜひ今度タイガー遊びに行こうね、行、ね、うん、きましょう、行きましょう、行きましょう、アロハンブラは行ったことある、久子さん、あ、ないんですよまだ、ね、まあ、行かなくちゃ、すごいよね、さすが老舗なもんだからもう、うん、店内がね、うん、すごい重厚感たっぷりでね、そうそう、50年でしたっけ、ね、50年、うん、そうそうそう、すごい店内で、うん、あのね、またステージの後ろにさ、うん、大きいこう闘牛かな、うん、スペイン系の闘牛の絵が描いてあるんだけど、はあ、もうなんかすごいかっこいいんですよ、うん、お店の雰囲気がね、あれ異次元ですね、うん、またね、あれはそう簡単には作れない絵や、あの雰囲気はね、年代重ねないとね、すごいよね、そうそう、僕はねカラオケスナックゆうきさん、はい、前回お邪魔してね、うん、このマスターがね、うん、ブーちゃんに負けず劣らずこう、ダジャレ好きでございまして、いや僕は僕はダジャレなんか言ったことない、もうそもそも本当にね、こう柔らかい感じの方なんだけど、はい、面白いわけさ、とっても、ほうほう、耳を澄ますと、そうそうそう、僕ねこうハマるな、ハマるな、じゃあこう気軽にいける感じ、そうそうそう、まあね、全部スポンサーさん気軽にね、うん、いける感じ、そうなんですね、本当ね、はい、素敵な、ね、うん、オーナーさんたちですね、ネマ商店さんが、うんうん、もうタイヤが本当安いらしい、あ、本当、うん、あ、かんちゃんの先輩のお店よね、そうそうそう、ね、本当ありがたい、でしょ、ね、そうさん、そうなの、タイヤね、私もね今心配なの、雨の日とか嫌です、あ、怖いですよ早く帰った方がいいですよそうですね、もうネマ商店さんに早く行ってね、はい、うん、お願いします、さあ漏れてるところはないかなもう何大丈夫だよな、オッケーオッケー、本当ね、どこ行っても楽しいし、ねね、もうスポンサー様のおかげです、ね、ありがとうございます、うん、アメジン小沢はねまだスポンサー募集しておりますよ、結構あのリスナーさんが増えておりまして、うん、メッセージもバンバンもう毎日読み切れないぐらい来ておりますので、うん、読み切れないぐらい来てます、ね、そう、はい、ともひろくんメール来てますね、うん、来てないです、ね、来てないすみません、そうか、早速、はい、今日もう今週、うん、今回お題に向けて、はい、そうですね、やりましょうか、具志堅さんから、ね、はい、ラブソングのメッセージになった、さあ、いつもありがとうございます、はい、ごめんなさい、一つだけ告知していい、はい、いいよいいよ、明日なんですけど、はい、第7回イチャビラ祭読谷荘平和の森球場でですね、私が出演いたします、明日休みですね、うん、そうなんです、明日公休日でございます、そうで、これがねちょっと FM 読谷ミュージックライブという主催、FM 読谷さんの主催ではあるんですけどね、千葉の辰巳くんから、上地正史さん、うん、吉田信也さん、ソベポーポー2スターですね、うん、私はもう午前の部で11時から、うん、あのスタート、うん、スタートなので、はいはい、ぜひぜひ遊びに来てください、25分30分たっぷり
ぷり歌いますので、よろしくございます、はい、皆さんぜひ行ってください。面白いのがね、ごめんね、3時からライブ終わった後に、中日ドラゴンズの野球教室っていうのがあって、選手と一緒に豆まきをしたりね、野球を教えていただけるという、そういうイベントがありますので、いつ明日祝日だ。そう、久子さんこれ2分前に話した。なので、伊沢さんのリクエスト、コマーシャル後にする、バッチリお届けしたいと思いますね。はい、そうですね。はい。というわけで、はい、コマーシャルの後まで聞いてもらおうという、魂胆で、はい、伊沢さん。いいね。お待ちください。引っ張りますね。そうそうそう。そっか。ね、いろいろね、コマーシャル行かないんかい。行かないの。行くのかなと思ったんだけど。いいですよ、28分までね、そういうこと、そうかそうか、そう、あのね、昨日モトブあたりで、夜7度まで落ちたって。昨日7度、ここはどれぐらい経ったんだね。ここがね、10度だった。10度、3度違うのじゃん。そう、3度本当に変わるよ。沖縄にそんな、やっぱ北部なんだね。北部は本当に寒い、那覇からこっちでね、本当に1度近く変わるし、こっちから中部からね、北部行くと本当に1度ぐらい変わる。沖縄で7度、そう、なかなかないよね。年間通してね、3回4回ぐらいある。7度が10度切ることがあるあるある。あ、そうなんだ。そんな時こそね、そう、あったかいライブハウスで生演奏で、いいですね。お酒も美味しいですね。そうそうそう。そうだね。大吾ちゃんが明日、はい、読谷のどこで？イチャビラ祭。イチャビラ祭。あそこよね、村役場の近くね。そうですそうです。役場の近くですね。向こうで。向こうまで行けばわかる？そう、行けば大体わかります。了解。出番は11時ね。11時でございます。たっぷり歌いますからね。12日木曜日はまた智弘くんが。ミュージックバー F でやります。13日金曜日はミュージックバー F は飛び入りになってます。お気軽に。14日土曜日はインディーさんがやってまいります。濃い人ね。ディープインパクト、皆さんぜひ一度はですねお越しいただきたいなと思いますが、そういうことで、はい、はい、ということで、はい、CM に行きましょうか。はい、 CM の後もお聞きください。よろしくお願いします。お願いします。そしたら万歳か。ミュージックバイブ、みんな来てちょうだい。順番どうする？こっちだってスタート。トモヒロ2曲いけるでしょ。2曲、はい、あ、じゃあ先で、ね、最初にやって最後、うん、で行って、で僕行って、いや、鳥はあっちか。じゃあ男男女の子男男で OK です。そうしよう。これフルでやっちゃっていいんですか。あ、どうだろう、いいんじゃない。え、感想をはしょっちゃったりして、感想を感想、エンディングはしょっちゃって、26分20分から。スポンサー、じゃあスポンサーさんから。あ、はい、スポンサーさん、はい。じゃあ、一人がいたわけでしたっけ。じゃあ僕スポンサー言いますね。名前だけお願いします。すぐできるの？すぐ行ったら歌えるの？はい、大丈夫？大丈夫です。ミュージックバイブ、5秒前、5秒前、3、2、アメージングコザー、パフパフ。はい、アメージングコザのスポンサー、はい、ネマ商店、はい、カラオケスナックゆうき、はい、酒バーリカ、バーそよ風、諸国飲み食いどころ紫サンゴ、
酒と魚ナンクル、ミュージックバータイガーアイ、ソウル&シーフードジューシー、ラテン酒場アルハンブラ、以上のスポンサーも、ありがとうございます、スポンサーの皆さん、ありがとうございます。楽しいね。じゃあ早速具志堅さんから、うん、あったリクエスト、おー、ともひろくんが、はい、行きましょうね。はい、I love you 今だけは悲しい歌聞きたくないよ、 I love you 逃れたどり着いたこの部屋、何もかも許された恋じゃないから、二人はまるで捨て猫みたい、この部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたい、だからお前は子猫のような泣き声で、ベッドの上で優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ、悲しい歌に愛がしらけて、若すぎる二人の愛には触れられぬ秘密がある、 I love you 今の暮らしの中ではたどり着けない、一つに重なり生きてゆく恋を、夢見て傷つくだけの二人だよ、何度も愛してるって聞くお前は、この愛なしでは生きてさえ行けないと、きしむべ優しさを持ち寄り、きつく体抱きしめ合えば、それからまた二人は目を閉じるよ、悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように、それからまた二人は目を閉じるよ、悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように。イエーイ、ありがとうございます。尾崎豊か直接知ってる？いやいや、タイムリーではないか。じゃないですね。気づいたらね。名曲だよな。テレビに出てるの見たことないです。そうか。はい、ねえ、具志堅さん、はい。リクエストありがとうございました。ね、ちゃんとねメッセージ通り、うん、ポイントを押さえて、はい、歌ってましたね。いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。ね、ちょっとメールが届いててね、うん、ラピスさん、はい、あの先ほどメール送ってくれた、うん、ランちゃん誕生日おめでとうってこと、はいはいはい、ちょっと気が早いけどってことだったんで、はい、全然大丈夫ですので、はい、ね、あの
FM 小座にですね、うん、メールどんどん送っていただければ、はいはいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。メールアドレスお伝えします。はい、761@fmkoza.jp こちらまでお寄せください。はい、お待ちしてます。じゃあなんかしんみりしちゃってさ、うん、すごいよかったからね。次は、はい、大吾ちゃんが僕歌っちゃいましょうね。はい、はいはい、大吾尾崎とくれば長渕を言っちゃおうかなと思ってですね。はいはい、長渕のトゥモローという歌を、うんうん、このまま死んでも構わないと僕の胸の中君が泣いている。このまま生きたい。首を塞いでも僕の腕の中君がつぶやく。私だけのあなたに、あなただけの私に、離さないで片時も。私の命はあなたのためだけに生きている。明日、明日読谷まで来てください。ああそういうことね。ぜひぜひ、うん、ほんとほんと。長渕剛でトゥモローでございました。トモヒロじゃないんだよね。トモヒロじゃない。トモヒロ、See you tomorrow ね。See you tomorrow。 See you tomorrow。 And 明日だから See you tomorrow で読谷、読谷ぜひお待ちしております。11時出番でございますね。11時、はい、じゃあ次は、うん、滝さん。だからね、ラブソングっていうのは何、切ない女心でもラブソングって言えるのかな。もちろんです。いいですか、タツコさん、ね、はい、じゃあ逸話まゆみさんの、ね、抱きしめてを再度ね、いいかな、言ってもいいです。愛は夢だように。ささやかな幸せに酔いしれていた私、いつかは終わる夢と心で知りながらも、そうよ私はあなたを死ぬほど愛してしまったの。だから抱きしめて何も言わずに別れを告げ、その前に愛すればそれだけ。明日はただ一人の
しさを知るばかり。あなたなしでも私は生きるわ。心配しない。大人のラブソング、ね、コードの進行が憎いですね。憎いね。憎いですね。簡単なコードなんだけどね、うん、この並べ方が ね、いつも前夢さんはこういうことするんだよ ね、結構ね、彼女もほら大人の女のコード使い、なんだろう、なんだろう、無比っていうのは無比とってもなんかとっても色っぽいさね、コード進行がさ、うんうん、お互いとは違うね。お互いはまだね、そうそうそう、まだガキですからね、ガキ長だからね。そっちに行きます。気の毛生えたわけね。じゃあ次僕でいいんですか。はい、はい、ブーちゃん、皆さんがよく知ってる歌を。ほう、恋しくて。おお、恋しくて泣き出した日々なども忘れたの。今さらは戻れない。傷つけ合った日々が長すぎたの。戻る気はないなんて嘘をついて笑ってても信じてた。もう一度、もう一度、あの頃の夢の中を。Oh, oh.おほうおうおう。交わす言葉、行き詰まりの嘘。好きなら好きと say again、言えばよかった。Remember, do remember? わけもなくて笑った頃、 I remember. Whoa, whoa, whoa.そう、好きなら好きと say again、 言えばよかった。切なくて悲しくて恋しくて泣きたくなる、そんな夜は All blues
大工さんのリードも良かったよね。もうラジオやってるの忘れちゃうね。ねえ、緊張しちゃうね。ありがとうございます。そう言っていただけると。今日は皆さん、今日も、今日も、ああもう本当、これは楽しい。ラブソングいいですね。ねいいね、ラブソングいいな、うん。来週もラブソングできるとね。来週もずっとラブソングできる。ずっとラブソング。そうね、うん、ね、今日ラジオ終わったらミュージックバイフにみんなね、そうこのままね行きますから、はい、ぜひ皆さん聞いてらっしゃる方はミュージックバイフに遊びに来てください、はい、続きをやってます。ラブソングの通話反省会しながら反省会しながらやってますのでね、2週目いっちゃう、うん、ね、2週目、ね、じゃあなんかねリクエストいただきたいね、うん、本当だ ね、うん、ね、じゃあ、うん、このトムヒロ君はまた、はい、さっき先ほどねあったですね、メールいただいたものをね、うん、やりますね、はい、玉ひろ、はい、ウルフルズの、はいはい、バンザイ、元気いいやつ、ね、元気ですね、これはちょっと聞いてみようかな、はい、イエーイ君も好きでよかったこのままずっとずっと死ぬまでハッピーバンザイ、君に会えてよかったこのままずっとたび赤くなる笑っちまうくらいに毎日はただもう過ぎてあっという間にすげえすげえ幸せな気分の時は帰り道で君を思い出すコンビニをうろうろしながら思い出し笑いを噛み殺す。ダサい格好はしたくない。年は取らないように。作り笑いなんかしたくない。だからベイベー、そばにおいでよ、yeah!君も好きでよかった。このままずっとずっと死ぬまでハッピーバンザイ。君に会えてよかった。このままずっとずっとラララ二人で。そばに、そばに、そばに。
イエーイ、ユーユーイエーイ、いいっすね、バンザー、失礼しました。トモヒロ君、君に会えてよかったよ、うん、そう、告白といえば、はいはい、今週土曜日がバレンタインじゃないですか。そうだ、本当だ、土曜日だよ。そうだ、あれ学生時代どうだった？あ、うん、俺はね、女の子に声かけるわけさ、うん、あのーってから、うんうんうん、とうとうと思ったら、うんうん、あのタツ呼んできてとそう、そういう伝達がかりですよ。あ、なるほどね。あの、で、カズミが待ってるってよ。すごい個人名ね。そういうのが担当でした。ね、もらった？僕ね、波があってさ、波があった。もらった、もらった年はね、結構もらったのよ。もらえない年はね、もうダメだった全然。そう、モテ期ってあるじゃないですか。はいはいはい、モテ期が来た時はね、もうすごいいっぱいもらったわけさ、はい、うん、もうすごいいっぱいもらったわけさ。波平安だけ波平安だったわけね。そう、なんか、うん、ね、小中学校、高校は多分してないんですけど、うん、妙になんかこの机の中をね、うん、探してみたり、わかる、無駄に放課後残ってみたり、わかる、ああね、うん、あ、そんなのがあるんだ。俺は机の中を、意識しますよ、机の中を俺きれいに掃除したよ。あ、起きやすいよね。あ、起きやすいよね、いい、何も入ってなかったけどね。靴箱がさ、蓋がない靴箱で、はいはい、あ、丸見え、パッと見たら見えるんだけどさ、うん、あの、何入ってないのが分かるんだけど、はい、上履きの後ろにないのかな、まだそう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 、上履きどけてみたりとかさ、はいはいはい、なるほど、そういうことがあるんだ、男性はね。そう、あるよ、女子の前通ってみたい、ね、今ちょうどみんなこう男の子がね、女の子に優しくなる時期でありますから ね、うん、ね、そうだね、うん、女性陣は騙されないように。たっちゃんはどうだったの？どうだった？あまり無関心だったかも。あ、そうなんだ。ただ社交辞令はありますよ。ただお仕事してる時、会社はあのね、なんとかチョコってやつはいっぱい配りました。トモヒロなんかいっぱいもらったんじゃない？いや、もらってないんですよ。そう、なんかもらえそうだけどね、イメージが、ね、うん、気のせい、ね、なかなかの。ひさこさんはなんか、うん、なんかいろいろ思い出すよね。そこで逃げちゃいました。やっぱあれ、あげる時ってドキドキします？そう、そう、そうだよね。直接ですか？あのね、うん、まあいろいろあるよね。だけど、うんうん、その用意してるね、どうしようかなっていうのが一番楽しいかもね。 あれ自分で作ったこととかもあります？うん、あるよ、あるよ。カカオから取りに行って、じゃあまず呼び出してもらわないとね。そうか、でもいいな、うん、でも本来は ね、うん、男女っていうわけじゃないんだよね。そう、いろんなお世話になった方とかって、うん、本来はそうなんだよね。そう、お母さんにとかね、息子からお母さんにとか、そういうのがバレンタインデーですね。お花を、若者はね、でもやっぱり、うん、今週土曜日なんですね。そう、じゃあ学校のね、学校はないんだ。逆に土曜日でよかった。なんでもらったらさ、うん、返さんといけんやし。だからね、だからそのギリチョコね、そう、ホワイトデーっていうのができて、そう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 、大変よね。ね、あれ最初なかったでしょ、うん、ホワイトデー、ね。いや、もう僕のらの時期からはあったよね。ありましたね。だからそのギリチョコができて、ね、なんか本命がよく分からなくなっちゃったりするよね。うんうん、そうだよね。また強がってね、ギリだよ、ね。そう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 、あの高いね、ゴディバみたいな高いチョコがね、一個か二個入ってるとさ。ギリなのか本命なのかよく分からんじゃん。そうそうそう、ね、そうなの、そうなの、読めない。そう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 、ね、うん、やっぱりね、ね、心込めてね、誰かにあげたいよね、あげもらいたいよね。今年ちゃんと準備してみよう。そうだな、うん、さあさあエンディング。チョコレートね、あのチョコレートといえばさ、チョコレートこうギリチョコでもいいさ、うん、持ってきてさ、うん、3倍返しだからねっていう人がいるよね。うわ、うん、あれいかがなもんでしょうか ね、 ね、女性の皆さん、あれちょっとやめた方がいいね。じゃあ誰か、うん、エンディングはあれ、まあ、待ってよ、いいよ。もらったらさ、うん、子供にやっぱ自慢できるから、うん、あのね、今ねガソリンスタンドとかでくれるわけよ。あ14日に入れると、そうそうそう、ね、パパないわけって言われるとね、娘にこう畳むわけさ、うん、なるほどね、うん、だからパパ2個あるぜって、ガソリンスタンドと高速道路のあれだけどってあるわけよ、袋、小袋に入れてくれるわけさ。そうなんだ。そう、ね、人気ないお父さんはどうぞお試しください、ね、はい、うん、今日もねメッセージありがとうございました。リクエストありがとうございました。ピンクちゃん、具志堅さんね、はい、うん、エンディングは
日エンディングのね、はい、そうですね、エンディング、エンディング明日呼びたんで11時からライブをする大吾ちゃん、はい、エンディングを務めてもらいましょう。待って、うん、ね、はい、心の準備は大丈夫、うん、大丈夫だよ、うん、いつだって君はそうだね、僕のことなのに。はい、今週もアメージング小座お聞きくださいました、ありがとうございます。スポンサーさんの紹介をいたします。中古新品タイヤ交換、価格なら負けません、在庫多数あり、寝ましょう店。カウンターでお隣同士でカラオケが楽しめるお店、カラオケスナックゆうき。女性お一人でも気軽に飲んで歌えるお店、酒バーリカ。浜田翔吾を愛するマスターがあなたを待っています。バー海辺に出かけたような素敵な店内で美味しい料理とお酒をどうぞ。諸国飲み食いどころ紫サンゴ。酒と魚とユンタクとカラオケが楽しめるお店、酒と魚ナンクル。カラオケだ、切れちゃった。だから長すぎるな、大丈夫。でも切れちゃった、どうやって教えるかが分からんわけ。いやいや。